あのですね、わらわりさん、はいというのは、いわば物体裏なんですよ。普通舞台の上で気に入っていればいいんです。それが現実というものです。知らなきゃ知らない方がいいことなんですよ。むしろ怪異を知ることで知らないことが増えたら減ることなんですよ。とは随分話し込んじゃった。悪かったな、スクリ一目ちまって。ああ、いえ、私はいつだって道に迷っているだけですよ。強いて言うなら荒垣さんの家ってこの辺だったかな。そんなことを考えながらの散歩でした。お前、いなくなったりしないよな。いつも他人の都合ばかりを考えている荒垣さんが、そんな風に自分の都合を押し付ける相手って、多分私かせいぜい忍さんくらいのものでしょうね。私はいなくなったりはしませんよ。私がどうしようもなく困っていたら、その時は助けていただいても構いませんか。助けるよ、当たり前だろ。あのですね、わらわりさん、怪異というのはいわば物体裏なんですよ。普通舞台の上で気に入っていればいいんです。それが現実というものです。知らなきゃ知らない方が悪いことなんですよ。むしろ怪異を知ることで知らないことが増えたら減ることなんですよ。とは随分話し込んじゃった。悪かったな、スクリ一目ちまって。ありがとうございました。